先ほどの御仁か。母の相手をしてくれ。かたじけない。母はその鈴をずっと気にかけていた。上事のように仏様に備えろと。目をつぶり、鈴の声を聞いてやるといい。その鈴の音が呼び覚ますじゃろう。眠っちまってる。お前さんの古い記憶を。殺しフクロウのせがれか。何があった？賊どもが平田屋敷に巫女様を急ぐのじゃ。今は幾年だ？何をおかしな。教えてくれ。龍泉詣での年であろう。龍泉詣で3年前か。どういうことだ？武士殿は古い記憶と言った。何も覚えてはおらぬが、これは過去ということか。しもうしお主恋の鱗を知らんかい。キラキラ光る宝鯉の鱗、それを持てば存分に褒美を取らそうぞ。良き心がけ褒めてとらす。また鱗持っておいでや。目覚めたようじゃな。 因果よの。なかなかに死にきれぬようじゃ。 なんだお前さん、勘が戻ってきたようじゃな。ちっとは忍びらしくなってきたように見える。とっておきな。 これは忍びの技じゃ。侍には真似できぬ忍びの戦う術が書いてある。まあどうするかはお前さん次第よ。戦う術など忍びだけでもあるまいて。 どうした？理由がよ。よどみのあふれで振りまかれ、やがて死に至る病じゃ。なんだと？わしのことなら心配いらぬ。あいにくとまともじゃないんでな。 じゃが、しゃべるのは面倒じゃ。あとはエマに聞け。あとは仏師殿。いらぬ心配よ。あいにくと理由がいいごときで。 死にはせん。仏師殿には会われましたか？ああ、あれは。はい。我が師道元より聞いたことがあります。 龍院は、開成の力を授けることができる。しかしそれは常ならぬ力。繰り返せばやがてよどみがあふれ、関わった者に病として降りかかる。その病を竜害と呼ぶと知りながら、それを止められなかったは私の不明です。すみません。その竜害を治す術はわかりません。ですが突き止めねば。まずは死の残した記録を当たってみます。頼む。竜害を治す術は必ずあるはずです。まずは死の残した記録を当たってみます。ではまた。そこもとか、それがしを使い刀の修練を紡がい。しからば参る。また来るがいい。そこもとの技の試し、いくらでも請け負うぞ。だ。なんてゲロども。おいお主、確か忍びよな。であればお堂の忍びよのやつらを、頭蓋を叩き割って頼む。こそと隠れてんのは分かってんだ。おとなしく投降しないと痛い目見るぞ。聞こえてんのか。ああ、兄貴、次はこのお堂ですかい。いや、そこはいい。次に行くぞ。けんど、供え物でもあれば十蔵様に。やめんか。仏様には手出し無用。何度言えばわかるんだ、タコが。怒らないでおくれよ、兄貴。タコでごめんよ。のりをしている。ああ、あなたですか。竜害の調べのため仏師殿が吐いた血の塊をいただいていたのです。血の塊。はい、咳とともに出たものです。血の色がわずかによどんでいるような。しかしこれだけでは定かには。できることはあるか。竜害にかかった者が吐いた血の塊、それがもっとあればより詳しい調べをできます。竜害にかかった者がいれば当たってみよう。お願いします。ではまた。お前さんも来たのか。にぎやかなこって。その忍び義手、随分と腕に馴染んできたようじゃな。お前さん、これを取っておきな。これはお前さんの牙でどう噛み殺すか、それが書いてある。要は忍び義手を使った戦いの術じゃな。分かった。まったく義手の忍び技などもはや無用と思っておったが、わからんものよな。仏師殿。いらぬ心配を。あいにくと竜害ごときで。